どうも、周防桃子担当プロデューヌのテクタンと申します。前回の動画で私はもうガシャはね当分引かないっていう風に言いました。しかしね、こんな特別なガシャ来たら引くしかない。ということで今回はこのピックアップステップガシャ、こちらを引いていきたいと思います。さあ、こちらのガシャは右下の中ではおなじみなんかな。普段は優勝で引けるこれ。1ステップ目が1500個少なめでどんどんジュエルの数は上がっていくけど、3ステップ目でまあピックアップの SS レア必ず確定みたいな、そんな感じなんかな。うん、それが今回はなんと大盤振る舞いで無償で引けるならば引くしかない。はい、ということで今回ピックアップされてるのはこの6枚です。マスターランク5まで行くとアナザー2の衣装がね解放されるっていう、そんな6人のピックアップみたいです。カード詳細はこのような感じです。提供割合がねその6人がちょっと高めで後がかなり低くなってるけど、他の SSR も出ちゃう、工場の SSR は出ちゃう。2ステップ目も別に提供割合は変わらない、3ステップ目も変わらないけど、確定ガシャの方はこの SS レアがまあこんな感じ。はい、こちらのねガシャを3ステップ目までしっかり引いていこうかなと思います。1500足す2000足す2500は6000ってことで、しっかり6000ジュエル用意してきました。はい、でねこの6人とも持ってないんで、このカード全部持ってないんで、誰が出ても嬉しいんやけど、 SS レア自体ははるかと翼が持ってるから、その他の4人だとまあバンバンザイかなって思いつつ、はるかも翼もねこうやって見るとすごい可愛いんで、ちょっと誰が特に欲しいっていうのが決められないんで、もう誰が出ても嬉しいってことで引いていきたいと思います。まあ、個人的にはこの3ステップの中でね、この6人のこの確定以外の SS レアも出たらいいなといった、そんな感じでございます。ではまずは150、150、1500使って10連引きたいと思います。はい、確定なし、何もなし。S レアか、まあよく見るような感じね。お、いくちゃん。そしてこの実 S レア新規あかね、もう新規か分かれへんに言うて出てこへんから6個。みずき、なおこの辺はねもう割と見たことが、ちはや、このちはやさんが一番見かけるかもしれへん。翼、この実さっき見たよ。そしてラスト S レアはお、制服シリーズのみやちゃんは多分未所持じゃない？おー、 S レアのみ未所持ということで、レアは見事にね所持してるやつばっかりでした。まあそんなもんよ10連ガシャってそんなもんよ。じゃあ次は2ステップ目ということで、次の10連いきましょう。お願い SS レア。演出なし。まああるあるね。はい、 S レアは新規じゃない？さよこさん、あれどうやろう。そしてもう次の新規や、多分新規や。なお、見たことない気がする。はい、ラスト S レアの、このはるかは持ってます。かっこいいはるかね。はい、ということで、レアでも、新規が出てた。もうレア全部なんか持ってるものとして、なんかみなしてるところあるから。はい、ということで、新規が2枚です。はい、で、ついにラスト来てしまいました。ここはね、もう、1枚確定なんで、なんか最低保証の気がして仕方がないけど、まあ普通はね、6000ジュエル20連分20連分ちょいのジュエルで24連分か24連分のジュエルで1回出るっていうのは本当はねすごくありがたいことなんで、はい、じゃあ引きましょう。誰だ。まあここはいいとして、そしてここのオーロラもいいとして、ああ最低保証、まあ無料10連でいっぱい出てたからねということで、このシルエットははい、ということではるかです。衣装はどんな感じ？おお、赤の衣装でおアイドルっぽい、めっちゃアイドルっぽい。プロデューサーさん、この衣装とっても可愛いですね早く着てみたいです。はい、ということでね、赤の衣装にリボンもあって水玉もあったりで、すごいなんか女の子らしい要素、レースもね花もねいっぱい取り入れたすごい可愛い衣装のはるかをゲットすることができました。はい、こんな感じね、パーフェクトスコアアップ、ようこそ私たちのシアターへということではるかです。なんとねレアも新規来ておりました。ひびきちゃんね、なるほど、ライフダメージガードか。はい、ということで、アナザー2も衣装もね、頑張って解放して、いろんな衣装で楽しんでいきたいと思います。じゃあね、こういった特別なガシャが無償で引ける時だけはまあ引いて、それ以外はね、やっぱり貯めていこうかなって思います。うん、とりあえず、今んとこももこの限定が、前出たのが4月で、その1種類だけっぽいんで、復刻がね、まだまだ先な気がするんで、数ヶ月先な気がするんで、それまでガンガンにね、貯めていきたいと思います。はい。それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。